皆さんこんにちは。今回は元プロ野球で大活躍されまして現在トップアスリートのですねマネジメントをされております前田浩二さんにお越しいただきました。もう前田さんはいろいろプロ野球のことについて、それからスポーツのセカンドキャリアのですね選手たちいろいろ面倒を見られて、そういう仕事をされております。今日はじっくり野球のことについてお話をお伺いしたいと思います。今日お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。まず半藤、私がまだテレビ局に勤めてる頃からの、ねはい、お付き合いでいろいろお世話にもなりましたけれども、先ほども言いましたけれども、前田さんもプロ野球で活躍されまして、もう長い間プロの世界におられて、今はスポーツのね、アスリートのマネジメントをされておられるということなんですけれども、今日まず今回はですね、プロ野球に入るまでの略歴といいますか、そういうものをちょっとお伺いしたいと思うんですけども、もともと前田さんは広島のお生まれでですね、はいはい、そうです。子供の時から野球をされてたんですか？はい、うん、広島出身で、実は僕が野球をしたのは意外なんですけど遅咲きでして、小学校5年生の時だったんですね。でそれまではもう本当に海も近く山も近くということで海に行って、魚釣りをしたりとか、山に登ってその何て言うんですか、虫を取りに行ったりとか、そんな少年だった中で、たまたま本当に僕の母校は五日市小学校というところなんですけど、第1回山本浩二杯という、広島カープの、前監督の母校でありまして、で、ちょうど1年前に広島東洋カープが創立して初めて優勝した年の翌年だったんですけど、母校に来られまして、野球教室を開催されるということで、その時に初めて父親にバットとグローブを初めて買ってもらって、わけのわからないままその野球教室に参加したのが、もともと野球に出会ったきっかけです。はあ、はい。その時には山本浩二さんが来られて、はい、直接指導を受けられたんですね。そうですね、はい。そもそも、笑い話なんですけど、山本浩二という方を僕知りませんでしてで、近所のおじさんに、あの人誰だって聞いたら、お前は広島に住んでるのか、山本浩二知らんのかと言われて、知らないということから始まってで、山本浩二っていう人は何をやってるんだって聞いたら、プロ野球選手だと、でプロ野球選手なんだっていうことまで聞くぐらい、野球ということにあまり興味がなかって、なんとなくその思い起こせば父親が阪神タイガースのファンだったっていうのだけはなんか記憶にあったんですけど、当時へーって聞いてて、野球選手になったらどうなるんだっていうことを聞いたら、お金持ちになって有名になれると、じゃあ俺も野球やるわっていうのが本当にきっかけだったんです。はい。そうすると特に野球が好きであったとか全くそういうことはないんですね。はい、本当に単純な発想で、有名になってお金持ちになる、それが、そうなるために野球上手くならなきゃいけないっていうのがきっかけでして、今ですのこのご時世は本当町のそのリトルリーグとか、少年野球チームっていうのがたくさんあるんですけど、僕らの時はそういうものが全く、走りのようなチームあったらしいんですけど、ただ野球好きな子供がクラス対抗で集まって放課後にやるっていう程度の野球で、そのことが小学校5年生がきっかけになって本格的に野球をやりだしたのは中学に入ってからです。はい。そうすると中学の野球部に入って、軟式ですか？そうです。はい。で、本格的に始めたわけですけど、はい、その時の活躍ぶりっていうのはすごかったらしいですね。いや、恥ずかしながら長く野球やった中で、多分僕が一番輝いてた時代は多分中学生時代じゃないかって勝手に自分で思ってるんですけど、2年の秋から新チームになって卒業するまで、最後の試合まで1試合も負けたことがなかったっていうぐらい、運よく本当に優勝優勝また優勝っていう繰り返しで、連戦連勝でして、最後の3年生の夏の大会であと1つ勝ったら全国大会に行けるっていうところまで行ってた大会で、決勝戦で負けてしまいまして、で中学の中学時代の野球はそこで幕を閉じたんですけど、本当に人よりもちょっと
なんていうんですかね、球が速かったとか、うん、足が速かったとか、うん、まあ、そこはちょっと今思い出してもあの頃が一番輝いてたななんて思ってます。はい、うん、ピッチャーですよね、はい、サウスポーの左腕のピッチャーで、でその、まあ、優勝ということなんですけども、はい、その内容もまた凄まじかったって聞いてるんですけども、うん、あんま点取られなかったのと、うん、あんまりバットに当たらなかったっていうぐらい速くて、うんうん、これは本当にどうなのかっていうのはちょっと自分でもわからないんですけど、うんうん、中学校3年生で135キロ投げてたっていうことは言われてたんで、うん、まあ、何球で135キロって出るのかなと思いながら、うん、そういう自分にとって都合のいい数字は自分のものにしとこうと思って勝手に言ってるっていうところがありますけど、うんうん、なるほど、はい、もう最初からピッチャーをやりたいというのはあったんですか？はい、有名になるために目立つためにはピッチャーが一番いいなと思いまして。なるほど、はい、うん、まあ、チーム自体がね、やっぱある程度強くないと、うん、はい、県でね、勝つの難しいでしょうし、うん、はい、そういう面はどうだったんですか？すごく野球好きの小学校の仲間がそのまま中学に上がった感じだったんで、うん、チームワークはすごく良かったんですね、うん、で、なんとなくその何かがすごかったっていうわけじゃないんですけど、みんな野球が純粋に好きで、楽しく、まあ、厳しい中で楽しくやってたっていう、まあ、本当に野球好きの少年の集まりっていう感じだったんですけど、何かがその飛び抜けたっていうわけではなかったですね、うん、はい、ただまあ中学の野球部ということは、まあそんなに指導者もね、いませんし、そのピッチングを教えてもらったとか、うん、そういうことはどうだったんですか？いや、ほとんど我流でやってました、うん、はい、うん、で試合投げたらほとんど打たれないと、はい、そうですね、はい、うん、なるほど。そうすると、まあ県内だけではなく、いろんなところからね、うん、はい、やっぱり高校になると勧誘が来たと思うんですけど、うん、はい、やっぱ県内ではね、もう知らないものを見ないという感じの中で、うん、はい、争奪戦になったと思うんですけど、高校からのね、はい、まあ、今でこそその県外に野球留学っていうことが、まあ、是々非というか、まあ、どちらがそれがいいのか悪いのかということで社会問題になったこともありますけど、まあ、僕としたらそのプロ野球の選手になるためにはまず甲子園に出たいということが一つ夢でありまして、そのためには広島で強豪の高校に行きたいということでお誘いもいただいてたところで、まあ、当時の広島県の中では、まあ、広島商業っていうのが一番群を抜いてまして、はい、うん、その高校に行こうと、まあ、ほぼ決めてたところ、うん、偶然にも、まあ、もともと広島出身の方が福井県の福井高校っていうところの野球部の監督をされてまして、僕の噂を審判の方から聞きつけて、わざわざ見に来ていただいた試合があって、まあ、その試合がダブルヘッダーだったんですけど、僕はそのダブルヘッダーを2試合とも完全試合をやってしまったということで、すごく惚れ込んでいただいて、まあ、家に帰ったら父親から福井の方から監督が来られてるから挨拶をしなさいということで、うん、挨拶をしたところ、うん、前田君150分の1の頂点を目指すのと、うん、27分の1の頂点を目指すのどっちが甲子園に近いと思う、まあ、この150と27というのは高校の数なんですけど、僕は非常に単純な男なんで27分の1ですと答えたら、福井高校来ないかということで、まあ、当時のその野球留学っていう言葉であったり、まあ、甲子園っていう言葉がもう身近にすごく魅力に感じまして、うん、まあ、数日以内に福井に行くっていうことを、まあ、父親に伝えて、男っていうのはやがて他人の皮の飯を食うんだから苦労するのは若い方がいいという父親の意見と、うん、そんなわざわざ遠いとこ行かんでも、うん、地元の高校行ってくれっていう母親の意見で、なんか父親と母親がよくそれで言い争いをしてたのをすごく印象には残ってますけど、うん、まあ、そういう経緯があって福井に行くっていうことを決断しました、うん、はい、まあ、その試合を見に来て声をかけてくれたら名将三原監督なんですけれどもね、でやっぱり福井へ行くとなると、まあ、同じ国内であってもですね、はい、15歳ですからね、はい、それなりの覚悟とか、うん、そういったものもやっぱりあったと思うんですけど、はい、その辺はどうだったんですか？まあ、僕一人っ子だったんですね。で、まあ、先ほど冒頭その有名になってプロ野球の選手になってお金持ちになりたいっていう中で、そこのなぜそうなりたかったかっていう理由が一つ実はありまして、父親が交通事故で足が曲がらないという、まあ、身体障害者でして、
まあ、要はお金持ちになって父親の足を治したいっていうのが子供ながらに考えてたことだったんです、うん、で、まあ、そのためには、まあ、甲子園出てプロ野球の選手にならなきゃいけないっていうのがあって、まあ、福井に行くっていうのも先ほど父親が遅かれ早かれ男は他人の釜の飯を食うんだっていうことがあったんですけど、ちょっと家が厳しかったもんで、うるさい親父と母親 の元から離れたいっていうのも若干はあったと思うんですね。なるほどね、うん、でまあその福井に行ったはいいんですけど、まあ、3日でホームシックになりまして、で当時160人1年生が入学してきたマンモス野球部だったんですけど、当時はその非常にまあ今では許されないような理不尽な生活が待ってて、そういうことがある中で、まあ、その例えば洗濯も一つにしろ、家にいたら母親が洗濯をしてくれるとか、あるいは畳んでくれるとか、待ってたらご飯ができるっていう生活から、先輩の洗濯もするとか、あるいはその自分の洗濯は自分で畳まなきゃいけないっていう、身の回りのことが全て自分でやらなきゃいけないっていうことと、甘える場所が一つもないっていうことが、まあホームシックになった原因だったんですけど、ね、それにプラスその遊びでやってる野球とはちょっと違う野球のレベルっていう練習のその環境に放り込まれて、まあ、いろんな戸惑いがある中、その厳しさについていけず、一人辞め、二人辞めっていう形で、どんどん野球部の仲間がいなくなっていくっていうことに、ちょっと流されそうになった時期もありましたけど、なるほどね。はい。まあ、そういう、まあ、経験っていうのは、高校1年生の時によく耐えれたなっていうのは、やっぱ甲子園に行きたいっていう思いが人一倍強かったのかなとは振り返ったら、はい、思い浮かびますね。の寮生活ですか？はい、そうです。そうすると野球以外にいろいろとこうね、はい、やっぱりまあ私らも経験ありますけども、はい、まあ、掃除やったり洗濯したり、スパイク磨いたりね、うん、そういうこと起きてきますよね。そうですね。昔はもう当然でしたからね。うん、しきたりが非常に厳しかったといいますか、本当に軍隊方式といいますか、やっぱりまあ先輩から言われたことは全てイエス、はいとしか言えないようなぐらい、まあ、規律の非常に厳しい高校でもあったんで、ふと振り返った時に、あの時の高校1年生15歳の時のその経験がいろんなことに、まあ、いいも悪いも生きてるなっていうのはすごく感じることが多いですね。で、まあ肝心の野球ですけども、はい、野球、まあ、最初はまあ球拾いとかね、そういうことやってたもんですが、はい、こう戦力としてですね、はい、やり始めたというのはいつ頃からですか？はい、これは運悪くの話なんですけど、実は僕が入学してすぐ、ま、学校の中でちょっと暴力事件が起こりまして、ま、処罰という形で1年間対外試合禁止処分というのがあって、でとにかく試合が外でできないと、で練習もしくはチーム内の紅白戦ということがあったんで、まあ、それの繰り返しの毎日で過ごしてたんですけど、まあ喪が明けまして、2年の、まあ、3月から、2年生の3月から大会試合ができるようになりまして、はい、そこから幸いなことに背番号1番をもらいまして、まあ、主戦投手として投げさせてもらうっていうことは早い段階からチャンスをもらいました。なるほど。はい、で、まあ当然2回甲子園は2回チャンスあるわけですから、はい、2年生の夏、それからまあ3年春、3年夏と、はい、3回、まあ、その時点あるわけです、はい。それはどういう感じだったんですか？ですね、はい、まず小さな大会もすぐ優勝しまして、で、そこからまあ僕もそこそこ注目されるようになったようで、で、2年の夏の大会が、まあ、福井県というのは福井商業と福井高校というのが本当にライバル校でありまして、まあ、はい、2年の夏は準決勝で福井商業に延長戦で負けまして、でそのままレギュラーが多く残って新チームになりましたんで、もうダントツ1位だろうという、まあ、下馬評がありまして、秋の大会に臨んだんですけど、はいはい、まあ、その秋の大会も準決勝で、うん、まあ、無名のチームに負けることになりまして、非常になかなかその甲子園というところに手が今一つ二つ届かないっていう位置の学校ではあったんですけど、まずそういう意味で3年の夏ようやくそのチャンスをつかみまして、夢が叶ったっていうのは、はい、うん、チャンスはね何度かあったんですけど、やっぱり一発勝負ですのでね、はい、で3年生の夏ようやくこう、甲子園に出場ということだった、はい、なんかその決勝戦も結構ギリギリの試合だったというか、はい、
本当に何のためにその自分のまあ目標、まあ、夢である甲子園を目指すっていうプロ野球の選手になるっていうことをやるための一つの登竜門が残されたワンチャンスだった中で、そうですね、ここでは語りきれないぐらいのまあ物語といいますか、監督が辞任されたりとか、あるいはそのチームメートの中で途中で辞めていって脱落する人間があったりとか、いろんなことがあったんですけど、まあ、本当に自分の力を最大限発揮できた最後の大会で、決勝戦まで1点も、まあ、1点もっていうか1点しか取られないという、はい、まあ、無失点の記録をずっと更新をしていったり、はい、三振の記録を塗り替えたりと、本当に決勝戦までは下馬評通りの勝ち上がりをしまして、うんうんうん、で決勝戦が宿敵福井商業で、なるほど、で、まあ、本当にギリギリだったんですけど4対3で最後は超大ファインプレーで締めくくりまして、うん、夢の甲子園が叶ったっていう形になりました、うん、まあ、1点リードで9回2アウトでこう長打というか、はい、それをこう、はい、ファインプレーで作ってくれたという、はいはい、うん、それが、まあ、センターの、まあ、僕の今でも付き合いしてもらっている親友なんですけど、はい、まあ、彼が左中間に飛んだ打球をダイビングキャッチして2回転ぐらい回ってグラブを突き上げて、うん、まあ、僕その瞬間からどうやって効果を絶ったんだろうっていうぐらい、もう嬉しさが弾けて記憶が飛んでいってしまったっていうのは、うんうん、後にも先にもそこしかないんですけど、うん、まあ、それぐらい夢であった甲子園が、うん、もぎ取れたという思いがありまして、うん、まあ、その時はもう本当に嬉しすぎて記憶がなくなるってこういうことなんだなっていうのが、長い人生後にも先にもそれ一回きりですね、はい、はい、子供の時からのね、はい、本当の夢ですからね、うんうん、まあ、たらればないですけど、これもし抜けてて、はい、あとどうなってたかのこれ分からないんでね、そうですね、だからまあその時の優勝ボールを応援に来てくれた父親に渡した時に、非常にまあ寡黙な父親だったんですけど、もう大きな声で泣いてくれたのが、なんかすごく大きな親孝行ができたなと、まあ、3年間自分の野球のために、うん、子供を手放してまで、うんうん、辛抱してくれてた分、うん、掴み取ったっていうそのボールを渡した時に、なるほどね、うん、まあ、正直そのボールなんで僕が持ってんだろうって思うぐらい、うんうんうん、センターが持ってるはずなのに、なぜか僕が持ってそれを父親に渡すっていうのは、もしかしたらチームメイトの気持ちが、うん、前田ありがとうっていう形で僕のところに来たのかなと思ったのはすごく、ね、嬉しかったですね、はい、いい話ですね、それでまあいよいよ甲子園ということで、はい、大舞台にね、はい、向かったわけですけど、はい、まあ、福井からね、はい、今度は甲子園で、甲子園の世代で言いますと、前田さんの世代というのはどういう世代ですか？はい、僕の世代で言いますと、荒木大輔という早稲田実業のピッチャー、これもスーパースターでして、はいはい、あとはその四国の徳島の池田高校の畑山っていうピッチャーがいたりとか、うん、まあ、甲子園には出なかったんですけど、ジャイアンツで大活躍した斉藤正樹っていうピッチャーであったりとか、まあ、そういう面々が同級生になりますね、はい、すごい世代ですね、はい、うん、でなんか前田さんもすごくそういう意味では騒がれてたというか、はい、ね、荒木大輔に並ぶぐらいこうアイドルとしてこう騒がれてたというのを聞いたんですけど笑い話ですけど、今もこんなおじさんになっちゃいましたけど、若い頃はなんか可愛い顔してたなって自分でも思うんですけど、はい、女の子から人気ありましたね、うんうんうん、はい、そういう、まあ、エピソードで、うん、よく荒木大輔と比べられることがあったんですけど、たまたま僕、まあ、1回戦が運よく勝てまして、はい、2回戦の前の試合が早稲田実業の試合だったんですけど、まあ、前の試合というのは、前田さんの試合があって、はい、その直前の試合、そうです、要するに第4試合まで甲子園ある中の僕が第4試合 で、はい、試合で第3試合が早稲田実業の試合でして、荒木が投げてたわけですね、はい、マンモススタジアム甲子園球場がもう5万5000の大観衆の中で、はい、いやこんな中で投げれるんだなって当時考えてたんですけど、次待ってるわけですよ、はい、終わる試合をね、はい、うん、で、まあ、いざ自分がマウンド上がって、2回の表だったか3回の表だったか観覧席見たらお客さん半分ぐらいしかいなくなってて、やっぱ荒木大輔ね、勝てないなと思いながらなんとなく苦笑いしてたっていうのが、まあ、そんな余裕があったのかななんて思うんですけど、そんな記憶あります、うん、はい、じゃあまあ待望のですね、甲子園に初出場して、1回戦盛岡工業です、はい、岩手県の盛岡工業です、これはどんな試合だったんですか？結果4対2で勝ったんですけど、まあ
1回の表、僕マウンドの上で上がるっていうことはなかなかなかったんですけど、うん、1回さすがに1回の表っていうのは僕も憧れの甲子園で、うん、ちょっと自分でストライクと思ったあの球をボールって言われたことから、うん、それ第1球目だったんですけど、うん、なんでっていう瞬間に一気に上がってしまいまして、 ありますよねそれで、あとにも先にもマウンドでその上がってしまったっていうのはそこしかないんですけど、うん、どうやって1回の表が0点で終わってたのかがわからない、後でビデオを見てあこうだったなっていうぐらいしかわからないぐらい、うん、やっぱり強がり言ってても緊張感よりも想定以上のものが自分の体に降ってたんだなっていうのを気づきましたね、うん、はい、結構なんかね話聞くとこうストライクゾーンが割と甲子園は緩いんじゃないかみたいなね、はいはい、こうイメージがあって、うん、プロみたいにねこう厳しく取るよりもやっぱり高校野球はちょっと、ね、はい、若干広めにして、うん、試合も、ね、進行させないといかんということもあるんで、はい、それやっぱりストライクと思って投げたボールボールと言われるとやっぱりちょっと答えますよね、はい、うん、で1回戦をそれでなんとか乗り切って、はい、で2回戦の佐々木大輔の次の試合ですよね、はい、その試合はもう残念ながら3対1で負けてしまったんですけど、僕の中ではそのよくこれビジネスのところにもああと思うことが非常に多いことが、やっぱ目標設定っていうのを低くやってるとそこで満足をしちゃったんですね、うんうん、その何ぞやっていうのは僕のそのさっきから夢とか目標っていう言葉を使ってますけど、夢は甲子園に出ることが目標だったんです、うん、でやっぱ今の高校野球人のよく聞く言葉は甲子園に出ることじゃなくて甲子園で勝つこととか、うん、甲子園で優勝するっていう目標設定を高く置いてる、うん、チームはやっぱ強いです、うん、なるほど。僕の場合は甲子園に出ることが目標だったんで、うん、出てしまったことがなんとなく安堵感だったり達成感だったりで、さほどそのよく試合に負けて泣くっていうことあったんですけど、うん、僕は2回戦で負けた時にすごくホッとしたっていうことで、完全燃焼高校の時にできたなっていうぐらい何だろうな、楽しんで最後はできたなっていうのが、はい、うん、これ幸せだったのか、うん、もう少しその上に目標設定を置けばもっと勝てたのかっていうのはこれちょっとわからないんですけど、やっぱ心の持ち方っていうのはちょっと低かったのかなって、うん、当時の状況から考えたら出ることが精一杯だったんで、うん、無欲無心で甲子園で戦ってしまったっていうのが、一つだったんですけど、うん、はい、高校球児はたくさんいますけども、うん、甲子園にね、はい、出場できる選手はそうそういないし、はい、そこでね注目されるということはこれ大変なことなんでね、うん、誰でも経験できることじゃないですから、はい、そういう意味ではね、はい、私ら甲子園の出てない人間からしたら、羨ましいなと思うんですけども、一生つきまとう勲章をいただいたっていうのは、うん、本当に野球人の中で一つ最初にやっぱ甲子園に出たいっていう中のことが実現できたのはやっぱ誇りには思ってますね、はい、これで、前田さんの高校野球の時代というのは一旦終わったわけですけど、はい、これからがまたプロへ向けてですね、大変なことになっていくという話なんですけども、この続きはまた次回の話で、はい、聞きたいと思います。チャンネル登録お願いします。ご意見ご感想もお寄せください。